準々決勝が全て終わり、ベスト4が決定。準決勝第1試合は小比類巻孝之対宇和川桜朋プラムックとなった。はい、こちら順調に勝ち進んだ小比類巻選手、特に冷やすところはなく、ダメージは全く見受けられませんでした。そしてすぐ第2試合を見ながら準決勝の作戦をトレーナーと話し合っていました。で、次の対戦相手はムエタイのブアカオ選手ということで、相手の蹴りのリズムを崩すためにローキックを中心に攻めていくということでした。準々決勝第2試合、ものすごい僅差、僅差になりました。ものすごい僅差、これは。これで小比類巻の相手は宇和川桜朋プラムックに決まります。準決勝を前にウォームアップルームにて作戦を練る小比類巻陣営。2年前のトーナメントでムエタイ選手に敗れスランプに陥った経験を持つだけに、意気込みは半端ではない。この試合に勝てば、あの悪夢を拭い去ることができる。一方、最大の難関であった初戦を突破したブアカオは自信に満ち溢れていた。相手は誰であろうと関係ない。立ち技最強と言われるムエタイ復権へ向け、ただその強さを見せつけるのみ。ムエタイ復権の切り札、ブアカオ桜朋プラムック。ミスターストイック、完全復活はこの男を倒してから小比類巻孝之。小比類巻は2002年の最初のこの世界一決定トーナメント、準決勝でタイのガオランにあばらを破れ、背中を向けて敗れされました。同じ舞台は準決勝、相手はタイ人。さあ、自らタイ人を破って決勝への扉をこじ開けることができるのか。2004年7月7日、いよいよ小比類巻復活への舞台は整いました。小比類巻の準決勝第1試合です。相手はタイ人ポープラムック。針川さん、はい、ガオランに敗れて、そこからこの小比類巻の転落が始まりましたよね。そうですね。で、本当に負け方がですね、背中を向けて負けてしまったっていうのがですね、やっぱ精神的に大きかったと思うんですけども、はい、まあ、このそういう意味ではこのブアカオというのはガオラン以上だと思うんですが、少年馬ですよね、小比類巻選手。はい、ただ、入場の目はすごく良かったですよ。そうですね。小比類巻序盤から手数を出している。敵は自分のスタイルの中にあった。この格闘技を始めて7年、ようやく小比類巻は気づいた。しかし、いいですね、蹴っていく。いいですね。初回、この1回から、この1ラウンドから積極的です。畠山さん、はい、非常にいいんじゃないですか。そうですね。まあ、精神的にだいぶ小比類巻選手で、2年前のガオランに負けた時とはまるで違うと思いますからね。すごく精神的にも成長してるし、今多分絶好調だと思いますよ。そうですね、はい、しかしながらこの体重を破るためには生半可な努力ではダメ。パワー、リズム、スピードが大切。相手の気持ちをへし折ってこそ、その戦い、あっと、このムエタイスタイルです。この時に精神的に負けちゃダメですね。はい、ええ、何を狙っているのか。もうとにかくムエタイ幻想っていうものをもう全然自分の頭から取っ払うことですよね。そして須藤さん、クリズもなかなかやはりこうプログラムすごいですね。崩すのはすごいですね。と背中を向けてしまった。これは大丈夫、これはダウンではありません。さあ、ブリーナク膝を出していく。相手がムエタイだとこのコープラムックも高さ生き生きしてきましたね。そうですね、崩すの上手いですね。しかしながらこの前へ出ろ、前へ出ろ。このブアカオ、しかし先ほど4ラウンドを戦ってますからね、畠山さんね。そうですね、このスタミナですけどね。いや、もう4ラウンド目はじゃバテないでしょ。バテませんかね。あと1、小比類巻背中を向けてはいけない。蹴る蹴る蹴ってくるボームのノック。ムエタイは負けられない。
背中を向けるな小比類巻。準決勝第1試合前でのダメですね。さあこのムエタイの呪縛を振り払うために第1ラウンド、やっぱね小比類巻選手にとって武器がやっぱりムエタイと同じなんで、ムエタイやっぱりやりにくいんですよね。そうなんでしょうね、右を出した番長を出す同じ武器なんで、ああ膝を出していく、これはトントントン小比類巻またしてもトントンの悪夢。さあ立てるか立てるか立て立て何も変わらないぞ、立った立ちました。ここで負けては何にもならない、気持ちですね、気持ち気持ち本当に気持ちですね。さあ1ラウンド次の判定です。何かタイガーさんちょっと畑畑がおかしいですよね。そうですね、まあ、トラウマがあるのか、トラウマちょっと気持ちいいですよね、これ気持ちね、背中は負けがない。ちょうどガオランのリプレイを見ているようだ、同じ相手はタイ人。さあ自らこのタイのグアカーを破って決勝に進んでいける小比類巻、ミドル打ち合っていく、さあ打ち合いだ打ち合いだ、パンチを出すグアカオ、膝膝危ない、危ない、危ない、ここはゴングに救われた。グアカオは決めきれないという表情、この表情はどうか小比類巻。さあ準決勝小比類巻、相手はあのガオランと同じ対人のブアカを谷川さんどう見ました？出足はすっごく良かったんですけど、はい、やっぱりなんか聞いてからですね、気持ちが急にないというような感じがするんですね、まあもちろん聞いてると思うんですが、ここを精神力見せてほしいですよね。畠山さん、はい、ガオランの VTR を見ているような形になってきましたよね。そうですね、悪い記憶が蘇りつつありますけども、まあ、やってくれるでしょう。そして須藤さん、はい、やはりこのブアカーは本物ですね。そうですね、もうあんだけ小石さん崩されるの初めて見ましたからね。ここは同じムエタイスタイル、これでダウン。第1ラウンドまず1度目のダウンを喫してしまいました小比類巻隆之。小比類巻第2ラウンド序盤いきなりのダウン、恐ろしいブアカオ。さあ立て立て、立ち上がりました小比類巻。お母さんも心配そうに見つめています。青森から今日も応援に来たお母さん、あーっとまたここで、とにかく背中見せずにですね、はい、気持ちですよね、気持ち、気持ちで負けてはいけない、敵は自分のスタイルにあるんだと気づいた小比類巻。さあ蹴りズモ、この膝負けられないだ、ノックアウト、2度目のダウンを喫した小比類巻、決勝進出ならず、決勝に駒を進めることはできませんでした小比類巻。またしても準決勝タイ人のブアカオにノックアウト負け。そうですね、ブアカオは。そうですね、そしてムエタイ連続復権の切り札ブアカオが決勝へ駒を進めました。畠山さん、この試合を見る限りちょっと力の差があったなって感じましたね。2ラウンド大きな声を上げて飛び出していった小比類巻、しかしこの膝の連打、この首相撲、さすがは本物のムエタイファイターだ。ブアカオ勢いついちゃいましたよこれ。そうですね、やはりジョン・レインが山と話していましたが、この準決勝は全く小比類巻を問題にせず、この膝叩きつける。本来ならばね、須藤さん、はい、これを小比類巻としてはブアコンやりたかった。そうですね、小比さんも膝得意ですからね。しかしリングに這わされたのは日本代表の小比類巻でした。またしてもタイ人に敗れました。この準決勝小比類巻完全復活はなりませんでした。4月の世界一決定戦では世界王者、2004年のこの大会、素敵な足技で敵を圧倒。今日決定戦、スピードパワー、得意の足技で小比類巻を完全に圧倒し戦慄の KO 勝利。よし、はいはい、どんちょうもるわい。ほとんど無傷の状態で決勝進出を果たしていた。
ีไฟไม่มีปัญหาまたもやムエタイファイターに敗れ去った小比類巻、何もできなかった自分を悔やむ。短時間での KO 勝利という理想的な展開、ブワカオは完全に勢いに乗った。まあ結果的にブワカオの方が今日は強かったなって。一発目が心臓に入ってちょっと呼吸が止まって、そこからちょっと、まあ、冷静にうまく運べなかったっていうところです。自分の欠点も分かったんで、まあ、また明日から練習しようと思います。